みなさん、こんにちは。高尾 GPC 講師のエンダーです。そろそろ高尾ポッドキャストのお時間です。みなさん、お元気ですか？今回のポッドキャストのテーマは、日本に留学するための奨学金の受け取り方です。前回日本に暮らしてた時の良かったことのポッドキャストでお話ししたように、私は奨学金を通して日本に留学することができました。今日は皆さんに私が得た奨学金のことを詳しくお話ししてみたいと思います。まず、私が得た奨学金はインドネシア政府から支給されるプログラムベアシスワウングランペベウと、日本の政府から支給される日本学生支援機構奨学金ジャッソという奨学金制度でした。インドネシア政府からの奨学金を受け取るために、私はまず最初にペベウの奨学金制度のある大学に申請しました。私の場合は、ジャカルタリア外国語大学に申請した結果、奨学生に選ばれました。リア外国語大学は日本にある神田外語大学と提携しているため、交換留学のプログラムがあり、私は大学4年生の時に交換留学の専攻を受けました。最初の専攻基準は成績で、交換留学に申し込みたい学生は、6学期までの平均成績が3である必要があります。私は最初の専攻を合格し、面接の試験を受け、最終専攻に合格したので、神田外語大学に留学することになりました。日本政府からの奨学金の申請は、神田外語大学交換留学生に選ばれた後、神田外語大学から、ジャッソに私の成績表を送ってもらい、ジャッソの選考基準に基づき、奨学金を与えられる政党かどうか判断されます。インドネシア政府からの奨学金の申請が通り、受け取りが決定したら、在日本インドネシア大使館の担当者から私に連絡が来て、東京にあるインドネシア大使館へ取りに行くことができました。日本政府からの奨学金は毎月上旬に神田外語大学で受け取ることができました。私は10ヶ月間日本に留学しましたが、インドネシア政府からの奨学金は12ヶ月分を得ることができます。残り2ヶ月分はインドネシアに帰ってきてからリア外国語大学で受け取ることができました。ペベウやジャッソ以外にも日本に留学するための奨学金はたくさんあります。例えば三井物産や文部科学省の奨学金制度もあります。奨学金を利用して日本に留学したい方は、まずはホームページで情報を探すか、すでに奨学金を受け取って留学している人に聞いてみるのがいいと思います。高尾 GPC のインスタグラム、高尾 GPCourse.id にも奨学金の情報を載せていますので、ぜひフォローしてみてくださいね。今回のポッドキャストでは、日本に留学するための奨学金についてお話ししてみました。今回のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございました。引き続き日本語の勉強を頑張ってくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。